今からご紹介するのは長谷川義文さんの絵本です。長谷川さんというとこんな感じの絵見たことあります？いいからいいからとか、最近だとおなら漫才なんてのもあります。でも今日ご紹介する絵本は絵が随分違いますね。でも読んだことがある方も多いのではないでしょうか。この本はジョン・クラッセンさんが書いたものを長谷川義文さんが訳しています。ちょっとドキッとするお話を本は角訳して、クマが大事な赤い帽子を探しています。いろんな仲間に聞きました。いろいろ探しました。僕の帽子どこ行った？探しに行こうと探しに行きます。結末を知っている方もいらっしゃると思いますが、この結末、原作を読むと分かります。どこ行ったの原作はこれ、 I want my hat back。 そのまま訳すると、僕は僕の帽子を取り戻したい。それをどこ行ったんと訳してるんですね。そして結末の部分、この部分で英語を読むと一体ウサギがどうなったかが分かります。ジョン・クラッセンさんの帽子シリーズ第2弾、長谷川義文役、違うね、わーのお話をゆらゆらと訳して、これにも帽子が出てきます。この帽子僕のと違うね、取ってきて。これが英語版だと、もともとはThis is not my hat. これは僕の帽子ではありません。違うねって訳したんですね。そして一番最初の、この帽子僕のと違うね。取ってきて。大きな魚から取ってきて。出る間に、この部分は This hat is not mine. I just stole it. 大きな魚出てきましたよ。 I stole it from big fish. He was asleep when I did. 僕がそれを大きな魚から取った。彼はその時眠っていたって書いてあるんですね。さあ、これは結末はご想像にお任せしますとなっています。見つけて、どこ行ったん違うねに続く帽子シリーズ完結編です。噛めば噛むほどゆっくりと亀さんの気持ち見つけてん、ということで亀が出てきます。二人連れの亀が帽子を見つけました。でも帽子は一つだけ。ちょっと不思議なお話です。見つけてんは We found a hat。 見つけてんの方でははじめにな、帽子見つけてとなっています。英語版は Part 1 Finding the hat。 ここから違いますよね。 We found a hat. We found it together. どう訳します？僕たちは帽子を見つけた。僕たちはそれを一緒に見つけた。そうですね、二人で帽子見つけて、一緒に見つけて。 I want my hat back. This is
not my hat. We found a hat. どこ行ったん違うねん見つけてん。3冊とも原作はジョン・クラッセンさんですが、長谷川義文さんが関西弁に訳すことで面白さが何倍にもなっています。どうぞ原作と一緒に読み比べてみてください。